モノローグ、レトロゲーム実況、ロードランナー。さあ、前回のレトロゲーム実況、ロードランナーがとても面白かったので、今回は、また懲りずに挑戦したいと思います。前回、レベル6のセガという文字のステージで、私は、ゲームオーバーとなりました。あそこのステージがものすごく難しいんですよね。今回はまたレベル1から、セガのステージを目指して、挑戦してみたいと思います。前回よりちょっと上手くなったかな。ではスタートします。はい、スタートしても、動かさないと始まんないんですけれども、ちょっと簡単に解説しましょうか。まず主人公がこちらですね。こちらが主人公です。主人公のプレイヤーです。白いこの、棒状の、人間がプレイヤーです。昨今 NFT アートで、ビットでデザインされたキャラクターが、まあ人気ですけれども、もうそれのルーツという感じですね。それから敵、こちらが、赤いロボットですね。はい。この敵、赤いロボット、ガードマン。この敵をかわして、金塊を、すべて、集めると、はしごが最後、一番上に続くはしごが今見えてないんですけれども登場します。そこを登って上に行くとステージクリアとなります。はい、そんな感じですかね。あと、ね、この、ビットのキャラクターですけれども、実際のイメージっていうのはこんな感じですよ。この、見てください。すごいハリウッドスターのようなハンサムな、男前な感じですけど、ハリソン・フォードみたいな男前、超男前です。はい。という感じで。では、始めますよ。さあ、まあ、こちらがレベルですね。レベル1。今、1ステージってことです。で、面。面5、人が、5人います。それでは、スタート。はい、金塊まず1つ取りました。2つ目、順調です。3つ目、調子いいですね。さあ、バーを、おお、ステージ1で、レベル1で早くも、幸先ちょっと悪いですけど、油断なりませんね。よし。諦めません。いやー、これ前回より下手になってませんか？まあ、しょうがない。やっぱりその初心、忘れるべからずって感じじゃないですかね。初心を私は、すっかりと忘れてました。いや、ロードランナーって本当にね、難しいんですよ。あ、来た。さあ、これがはしごです。よし、ギリギリ、クリア。さあ、すごい、レベル2になりましたね。で、面5になりました。一つのレベルクリアするごとに一人増えるという、本当に、ありがたい、システムになってますね。それでは、レベル2行ってみましょう。まあ、そう。コンクリートみたいな。うわ、これ私、この操作がね、コントローラーが難しいんですよ、これ。このコントローラー難しいんです。ツルツルしたところがね、
うお、危ない。危ない危ない。コンクリートって言いますか、掘れないんですよね、ブロックが。ブロックが掘れないイコール、ロボットを埋めれない。そういう難しさがあるんです。よしよし。順調じゃないですか。ここがちょっと難関ですよ。見てください。慎重にやればね。お、危ない危ない。よし。これで、あ、これで全部取ったかな。お、来ないの？嘘。え、来ない。え、なかなかこっちに来ないな。いやらしいですね。やばい、こんなところにいると命取り。よしよし、いけるいけるいける、いけます。よし、いけました。レベル2ちょっと苦戦しましたけど、次レベル3ですね。なんかここもいけそうな気がしますね。では行きましょう。この、今私が、遊んでる本体、セガ SC3000 はですね、1983年にセガ、当時のセガエンタープライズから発売された、パーソナルコンピューターです。SC の S がセガ、C がコンピューターですね。SC らしいですよ。S、お、危ない危ない危ない。おー、危ない。うわ、いやー、ちょっと前回のがうまかったんですよ。前回もっとうまかったな。今回の方がロボットにやられてます。なぜ。まあしょうがない。ちょっとやっぱり気の緩みですかね。お、危ない危ない。このゲームの難しさに加えてですね、コントローラーの操作性の、悪さって言ったらいいのかな、思わぬ方向に、入っちゃうことあるんですよ、キーが。いやー、来た。やばいところから出現しちゃうなぁ。ちょっとこちらに誘導しようか。いやぁ。よしよし、よし、来ました来ました。おぉ、危ない。よっこらせい、よっこらせい。よっしゃ、クリアです。さあ、レベル4。まあ、ここもいけますね。ここ割と私、好きなところです。まあ、でも油断禁物。よし。うまい。うまいかも。ここがね、ただ降りればいいのかな。いやー、これ人口密度すごいな、あそこ。おびき寄せようか。ロボットたちがついてきましたね。いい感じ。お、お、いい感じ、いい感じ。え？どこか、誰か持ってるな。あ、持ってたな。危ない、危ない。うまくかわしました。いやー、よし、チャンス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 、逃げろ逃げろ逃げろ。よし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 、来た来た来た。
もう大丈夫でしょう。さあ、いきますよ。3、2、1。さあ、レベル4クリア。レベル5です。ここがね、ここまで来ると結構難しいんですよ。では、いきます。レベル5、スタート。重いんですよ。処理が重い。なんか敵とか金塊とか多いためか、すごい動きが遅いんですよね。危ない危ない。ちょっと、ここも油断ならぬステージでして。今、敵が割と分散してますから、難しいとこ先に行っちゃおうか。いや、3体も、これいけるか、ちょっと無理か。これちょっと無理か。いやー、なかなかガードが硬いな。なかなかガードが硬いよ。あ。いけないな。なかなかガードが硬いですね。なかなか優秀なガードマンですよ。簡単に生かしてくれませんからね。いやー、これ。お、お、お、お。これ多分ね、落とし穴なんだと思うんです。まず手堅くここの一個取ろうか。あ、逃げた。逃げたわ。いや、ここ降りたいのにな。いや、これ、ちょっと無理か。固まってください。よしよしよし、固まった。よし。あ、やっぱり落としたな。危なかったな。よしよし、あ、これはいいわ。これはいいですよ。分散してますね、敵が。ほら、反対側にめちゃくちゃ、反対側に5人もいるという。で、こう、チカチカちらつけますよね。これがちょっともう、この SC3000 のスペックの限界で、同じ列に、キャラクターが表示しないんでしょうね。わあ、そこに2つも金塊、お宝があるんですね。いやー、これ取りに行けないな。これは取りに行けないな。よし。ちょっと分散しよう。で、1個取れた。え。え。あそこから降りてこない？降りてくる？あー、もっと。で、誰か持ってま、あ、あんなところにある。気づけばあんなところにあります。よしよし。うわぁ、なんか人口が増えてきたなぁ。いやぁ、そこか。これはきついな。ちょっと。おぉ、危ない。よし、全部は取りました。全部取って、はしごが出たんで、あとはなんとか、ちょっと引き寄せて分散して、このまま私の瞬足で、行っちゃいます。行っちゃいますよ、せーの、で、よし、レベル5。レベル5クリアです。さあ、ここが、セガの、レベル6ですね。ここがめちゃくちゃ難しいんですよ。行ってみましょう。ここがね、本当に難しくて。
いやー、クリアできるかな。うわー、やっちゃった。慌てすぎ。いやー、でも難しいな。難しいな、やっぱり。どうしたらいいもんですかね、この難しさ。ちょっとここで掘った方がいいのかな。掘りまくって、ちょっと掘りまくってみよう。掘りまくって、その間に。よし、よし、いいかも。これだけ掘ればいいでしょう。で、ここは、こういう感じか。よしよし。なかなか、掘りまくり作戦。掘りまくり作戦いいんじゃないですか。とりあえず、S はクリア。いやー、これ、次、まあ E にしましょうか。掘りまくりを、掘りまくりで、ここの E。落とし穴とかあったらやばいからな。やばい。あっち側生かしちゃったな。あ、やっぱり落とし穴。下押しちゃったのかな。ちょっと攻略法が見えたかも。急いで。おお、やっちゃった。あー、生き埋めです。やばい、やばいですね。ちょっとチート技使っていいですか。これ、裏、隠しコマンドとかじゃないんですよ。コントロール、2で、面を増やせます。コントロール2。あれ？あ、そっか。ちょっとプレイ中ですね。プレイ中なんで、一回ちょっと、逃げて、安全地帯まで行って、ここで、コントローラー2で。よし。あ、見えます？増えてるの。もうちょっと増やそうか。プレイ中にコントローラー2です。まず安全地帯まで逃げて、安全地帯まで逃げて、コントローラー2で、見てください。増え続けてるでしょ？これでどれだけ増えるのかな？まあ、もう70、もうすごいですよ。100人いきますね。100超えましたね。999人まで増やせるみたいですね。まあまあ、そんなにできないでしょ、さすがに。24時間ぐらいかかりますよ。全員、亡くなるまで。まあ、こんなとこにしときましょうか。なんか、キリのいいところでやめとこう。200人ぐらいにしと、面200ぐらいにしましょう。もう男子高校みたいなもんですよ。あ、超えちゃった。まあいいか。なんかこの辺で、よし。めっちゃ増えましたよ、これで。このセガのステージもうちょっと頑張りましょうか。レベル6でこの難しさはないでしょう。ちょっと今回難しいかな。よし。お。危ない危ない危ない。なんとか。よし。まあ、二人、ちょっと分散させないとダメか。
うまい。うまいかも。うまいかも。先に S から取りましょうか。いやー、これ本当に雑談してる余裕がないんですよね。難しすぎるんで、このステージ、レベルは。よしよし。よし、とりあえず、二手に分けさせれば、二手に分かれれば、まあ、よしとしましょう。あ、やばい。片方側に行っちゃったな。よし、とりあえず E だけ。セガの。急げ、急げ、急げ。よし。あ、うわぁ下か。下押しちゃってる？このコントローラーの難しさが、ゲームの難しさ、もうゲームもただでさえ難しいのに、コントローラーが難しいんですよ。不満ばっかり言ってちゃダメですね。いやー、のりしろ太郎たるもの、不満言ってちゃダメです。よしよし。コントローラーのせいにしたらダメです。やばい！うわ！宙に浮いた！神業が出てしまった。あ！また！苦戦してますね、相変わらず。いや、でも、ロボットの上に乗れるんですね。そんな技があるとは思いも知らず。横押すとき、慎重にならないと。ここ、どうしたらいい？一気にいけるんかな？いやー、難しい。ちょっと次、やられたらズルしていいですか？説明書に載ってるオフィシャルのチート技が使えるんですよ。ステージクリアという。それ使うしかないな。でも頑張ります。なんとか自力でクリアできるように頑張ります。ちょっと本当に難しいからな。S は、行きましたね。次は E。やばい。また、危ないことしてるわ。危ない。いや、でも、ロボットの上に乗れますからね。そのテクニックを覚えましたから。ちょっとこれ急いで。E は、クリアしたいな。E はもうクリアしちゃいましょう。よし。実力でセガの聖まで行きましたよ。G も行きたいね。G もなんとか、実力で行きたいもんです。よし。いいですね。結構いいんじゃないですか。
しよしよし。おー、A、あと A。あと A です。いやー、これ。この難易度やばいよ。いやー、ここからが難しい。お、お、これいいかも。あ、これいいわ。あー、これは大成功。めっちゃくちゃうまくいった。よし。いい、いい。そうなの？よし、あ、これもいいかも。うまくいった、うまくいった。うまく分散できました。うまく分散しましたよ。おお、これはすごい。金塊あと一つ。これは。ああ、これはすごい。うまく敵も分散できたし。危ない危ない。あれ？あ、これでクリア？あ、クリアクリア。おお、来た！レベル6クリア。自力で。ああ、ここも難しい。レベル7。いやー、すごくないですか？すごくないですか？これどうすればいいん？これ、大丈夫かな？よしよし。右側は取りましたね。この真ん中の中入ると多分出れそうもないんです。おそらく全部の金塊を取るとはしごが出現するとかいうパターンじゃないかなと思う。ロボット落ちてきました。いや、いっぱいいますね。行きたいところにいっぱいいます。これやばいな。お、いけた、いけた。これはチャンス。うまい、うまい。うまい、うまい。え、ここすり抜け？あと真ん中か。真ん中大丈夫。二人もいる。いやー、これきついな。掘れない。やばい。え、嘘。これは無理ゲーじゃないですか。ちょっとチート使っていいですか？コントロール6で次のレベル、ステージに行けます。よし。やってみましょう。よし。はい。行きましたね。全部のステージ見てみましょうか。これがレベル8。はい。ちょっと動かして次行きましょう。はい。強制的にクリアしました。レベル9。難しそうですね。レベル10。難しそう。どんどん行きましょう。レベル11。うわ、これはきつそう。二段目なんて全部、コンクリートになってますね。さあ、レベル12。これ、掘れるとこなし。
レベル13。おお、なんかクリアできそう。やってみたいステージであります。レベル14。なんかこれも面白そう。レベル15。なんかいけそうです。次々行ってみましょう。レベル16。レベル17。船みたいですね。レベル18。レベル19。いやー難しそう、これ。これ本当に、全部のレベルクリアした人いるんですかね？何人いるんだろう？レベル20。レベル21。うわー、コンクリートばっかり。レベル22。これはなんか V と W みたいな感じです。文字みたい。あ、やばい！危ない危ない。死ぬとこでした。レベル23。レベル24。まあ、いかにも難しそう。レベル25。レベル26。レベル27。うわぁ、これも掘れないね。レベル28。レベル29。レベル30。レベル31。何これ。レベル32。レベル33。レベル34。レベル35。レベル36。レベル37。レベル38。あ、ラブ。ラブでした。レベル38。レベル39。レベル40はこちらです。レベル41。レベル42。レベル43。レベル44。レベル45。いえ、すごいあるよね。レベル47。これ本当にクリアした人すごいな。レベル48。レベル49。レベル50。レベル51。なんかデスみたい。DES。レベル52。難しいです。レベル53。レベル54。あれ、死んでた。死んでました、横押したら。
レベル54がこちら。レベル55。レベル56。レベル57、X。X っぽい。レベル58。レベル59。レベル60。レベル61。レベル62。レベル63。レベル64。DDL っぽい。レベル65。レベル66。レベル、やられちゃった。やられました。レベル67。おー、なんかクリアできそう。おレベル68。レベル69。いやー、長いですね。レベル70。レベル71。レベル72。レベル73。レベル74。数えるだけでも大変ですよ。レベル75。レベル76。レベル77。レベル78。レベル79。はい。これが、おそらく最後のレベル80。ちょっとこれくらい頑張ってやってみようかな。ちょっと頑張ってやってみますか。レベル80を。いきます。難しいのかな、最後のレベル80は。こっち側行って大丈夫なのかな。わかんないな。よし。真ん中は取りましたね。よし。左側は、これで取りました。割といけそうじゃないですか。ここどうしたらいいんですかね。よしよし。ここもクリア。なんかいけそう。はい。右側、結構取りました。ここに、謎の、これどうなる？ここ最後に取ると、何か発信音とか出るのかな？それにかけてみますか。わー、やられた悔しい。もう一度やってみましょうか。かなりいいとこまで来たんですけどね。うわあ、これ慌てすぎ。
これは難しい。さっきすごくいいとこまで行ったよな。あれれれれ。集中力、集中力。集中力が足りません。真ん中からやるか。さっきのように。さっきのように真ん中からやりましょうか。簡単なところから取って、先ほどもこの右側のところから攻めたんで。よしよし、ちょっと無理しました。さあ、右側は取りましたよね。ロボット持ってないですよね。よし、次は左側。あ、なんかいいところにいるわ。ロボットが穴に落ちちゃいましたね。これチャンス。え、掘れない。あ、こういうことね。これ、なんかラッキー。よしよしよし。すっごいいい感じ。お、危ない危ない危ない。え？これって、え、全部取った？あ。え？嘘。このコントローラーのせいにしていいですか？コントローラーがすぐに横行っちゃうんですよ。横とか下とか。めちゃくちゃラッキーだったのにな。いやー。まあ面白いですよね、本当に。これ、ロードランナー名作。神ゲーです、これは。もうこの名、コントローラーのこと言っちゃダメですわ。よしよしよし。なんか反対側でロボットが穴にはまってる。これはラッキーです。うまい感じ。隠し持ってないですよね。よしよし。これも、いい感じでしょう。3体も向こうにいるの大丈夫かな？よし。あそこにロボットが埋まってしまう、穴に落ったっていうのがね、非常にありがたいね。え、反対側に1個金塊がある。まずい。なんかこっち側に集中してるな。いやー、そこに一個の、これはでもクリアしたいな。なかなかここまで来れませんよ。これきついかな。いやー、なんかここに湧いてきますね。え、来るの。いやー、でもこれ本当に
1980年に発売したセガの SC3000 で発売したゲームなんですけど、40年前ですからね。40年前でこの面白さ、ロボットが動かん、怖い。うわ来るの厳しい。いやクリアできそうでクリアできない。でもまだなんかレベル8はまだなんかいけそうな気がするな。よし、反対側でもロボットが穴に落ちました。さあ、ここがいければなあ。うわ、またグーコントローラーのせいにしたい。ダメですか？いい？いや、ほんとにね、このコントローラーが、ただでさえロードランナーが難しいのに、コントローラーがさらに難しくさせるんですよ。あー、ちょっと、お、できたで。よしよし。今度こそ。いい感じじゃない。よし、次は、いやー、とうとう反対側いけるか、勝負。よしよし、ここに金塊だらけ。これでクリア？あ、クリア！クリア！テープロード YN。 いや、全部クリアしました。いやー、クリアしちゃいました。いやー、これあー、レベル1に戻りましたね。いやー、クリアした、クリアしました。ありがとうございました。いやー、こんな感じで、まあ面白いわ。本当に。いやー、本当にこのロードランナーってめちゃくちゃ面白いんですよ。40年前のゲームでこれですからね。やばくないですか？神ゲームですよ。本当に神ゲーム。いやー、ほとんど飛ばしたんですけど、まあセガのレベル6もクリアしましたし、80もクリアしましたからね。まあそんなこんなで、今日も、前回に引き続きゲームレトロゲーム実況、名作セガ、ロードランナーを行ってきました。本当にこう40年前でこの面白さってありえないですよね。いやー、本当に面白い。まあ、グラフィックも、まあもちろん今の 3D とか、まあもうバーチャルリアリティみたいな世界、メタバースの世界とはまあ異なりますけれども、想像力くらまして、この、ハリウッドスターみたいに2枚目の、主人公を想像しながらこの白い棒人形を動かす、これがまたいいんですよ。
昨今ね NFT アートの、ビットとか人気ありますけど、もうこれがもう、まさにルーツといえるこのビットのキャラクター、そしてアニメーションの良さ、いやー本当に楽しいです。で、ロムが 32KB ですよ。あれない、ロム 32KB でこのゲーム、この内容、いや本当にグラフィックとか容量じゃないですよね。いや本当にクリエイティブです。てが、名作のこのロードランナー、なかなかこうプレイする機会ないかもしれないですけれども、もし、ロードランナー見かけたらぜひプレイしてみてください。それでは、ゲーム実況めちゃくちゃ面白いな。なんかレトロゲーム欲しくなっちゃいました。はい、ということで、またお会いしましょう。あんまりゲームばっかりしてちゃダメですね。仕事に、勉強に頑張りましょう。ゲームはほどほどに。それではのりしろ太郎でした。さようなら。